皆さんこんにちは。今順実践経営大学の藤井です。今日も実践経営大学で学んでいきましょう。今日はですね、昨日に引き続きジョブクラフティングについて少しお話をしたいと思います。組織も社員も生き生きする、これ生き生きっていうのはね、生きてそしてね活性化する方の生きを使ってますけども、ジョブクラフティングの進め方、こんなお話をしたいと思います。まず自己紹介です。株式会社イマージョン組織開発のコンサルタント会社を経営して、私自身も現役コンサルタントです。千葉商工大学の大学院で客員教授として経営学を教えています。人を対する経営学会常任理事事務局長として取りまとめを行っています。ジョブクラフティング研修についてですね、当社でも、ね、最近よくやってますけども、ちょっとご紹介をしたいと思います。実はですね、この研修をまとめたのはこの島津、今慶応大学の教授ですね、東京大学の准教授の時にまとめられています。私もね、人対策経営学会の常任理事を、ね、同じくされてますので、直接いろいろお話聞きました。そして島津先生に紹介されて、桜屋東京女子医大の、助教授ですね、この方も直接来ていただいていろいろ教えていただきました。でそしてですね、これは島津さん、それから桜屋さんが、まあ作ったですね、ジョブクラフティングの研修の進め方をちょっと下に映ってますけどね、まずご紹介したいと思います。で1回目の研修ってどういうふうにやるかってことなんですよね。ちょっと概要をご紹介しますね。はい、まずね、仕事への生き生き、いわゆるワークエンゲージメントってね、島先生よく言われますけども、職場全体の生き生きをアップして、そして個人の生き生きでもアップするということですね。どのような環境でも自分に合った働き方に近づくことができるという、こういうことを目的にしています。そしてですね、じゃあ研修の効果は何かっていうね、一つはこれはですね、実際調査結果に基づいてお話しされてますけども、ジョブクラフティングによってワークエンゲージメントはアップと、そして心理的なストレスはダウンというような形で、ね、こういう効果があるということですね。でもう一つはこれね、それが効果ですね。まあ、これはね、研究者ですからこういう実験をいろいろやってます。じゃあジョブクラフティングの具体的な事例をご紹介したいと思うんですけども、ご紹介します。次に例えば作業クラフティング、仕事のやり方の工夫ですね。例えばね、島さんたちが挙げているのはトゥードゥーリストの立て方を工夫したりとか、あるいはね、仕事のスケジュール管理の工夫ですね。ことによってより働きやすい重視した働き方につなげると、こんなことが一つ目です。こういう事例をご紹介されています。次にですね、人間関係のクラフティング、周りへの工夫ですね。こちらは例えば自らですね、先輩のアドバイスを求めに行ったりとか、あるいはですね、はい、同僚との仕事に関する情報交換を積極的に行うと、こういう人との関わり合いを通じて人間関係を重視させて仕事のしやすさをアップすると、こういう人間関係のクラフティング。そしてですね、認知クラフティング、考え方の工夫ですね。こちらはですね、仕事の意義を考えたり目的を考える、自分の仕事の社会に対する影響を認識して、こんなにね貢献してるんだってことをして、仕事のモチベーションや満足度を向上する、こういう具体的な例、昨日のね YouTube では、まあ、テッセイ新幹線のお掃除だとかね、東京ディズニーランドのお掃除をやってる方の例を挙げましたけども、まあ、それ以外にもね、製造業、サービス、いろんなところの、ね、例を挙げてご紹介します。そしてケース投与を行います。これはね、架空のケースですけども、仕事に対してやらされ感で行き詰まっていると、こういう例をですね、題材にしてみんなで討議をするということですね。で最後ですね、はい、現在行っている業務を3つ挙げます。主な仕事としてはこれね、例1、新規〇〇プロジェクトの立ち上げ×ね、会議の資料作り三角、そして Excel のデータ入力丸っていうように、どの程度ジョブクラフティングができているかどうかを、まあ、3段階で評価するんですね。ということで、実際今自分自身がやっている普段の業務を振り返るということをやってます。そしてですね、これを個人でワークした後グループで意見交換で、最後にですね、計画カード作りということで、1ヶ月間の実施する計画を3つの観点、もう一回ね確認しましょうか。基本ですからね、この作業クラフティング、仕事のやり方の工夫、
人間関係クラフティング、周りの人への工夫、そして認知クラフティング、考え方の工夫、こんなことを通してですね、カードを作ります。はい、こんなイメージですね。何をしてますかってね、いつやりますか、そしてどこでやりますかというようなことを作ります。でそこのことによって実効性を高めると、こういうことを行ってます。まだまだ続きがあります。次にですね、メールでフォローされているそうです。受講生は受講して3つのジョブクラスに実行計画を作って、それを実際職場でやっています。そうするとですね、講師がメールで研修内のリマインド、もう一回ね、思い出してねということと個別相談に応じます。ということで、受講生のジョブクラフティング計画の実行をサポートするということを中間で行います。そして2回目の研修、何やるかということなんですけども、こちらは主に振り返りですね。ジョブクラフティング計画の振り返りを行います。例えば計画内容どうだったか、実行回数どのくらいやったか、実行して感じた気持ちの変化はどうだったか、実行しやすさ、つがに生かすポイントなんかをまず整理して、これを個人ワークで整理して、グループで共有か、気づきや学びの共有を行うと。でそういうことを踏まえた上で、改善版のジョブクラフティング計画を作ります。仕事へのポジティブな気持ち、ワークエンゲージメントをさらに高める、つながる方法は何かなっていうふうに考えて、場合によってはやってはいけないトゥードゥリストとかね、こんなことを、これうまくいかなかったらこれでねやめようと、こんなふうに、整理していくんですね。そういうことを通じて1回目より具体的にですね、実行しやすい、ジョブクラフティングのアイデア出しを行って、さらに、計画を固める。そして、さっきのね、計画カードを作ります。さらにですね、2回目の研修以降2週間後の間にリマインドメールを行って、そしてその後もですね、2ヶ月3ヶ月とフォローして、受講生が実行している場合の振り返りをサポートしているということですね。これがね、島田さんがと、あるいは桜井さんがお作りになった基本の、内容なんですけども、私はね、もうずっと研究者というよりも教育研修をたくさん企業でやってきましたから、もっと効果を高める方法あるんじゃないかなと思って、3つほどの観点を挙げてみました。すみません、4つでしたね。一つは仕事の性質を考える。これはどういうことかというとね、これ実際のね調査結果があるんです。例えば構造的な資源の向上ということなんですけども、専門性や能力を高める機会がどのくらいあるか、いわゆる仕事の質をどう高めるかということですね。対人関係における資源の向上、これは上司や同僚からフィードバックやアドバイスを得ようとする行動をどうする、これ人に対する、工夫ですね。そして挑戦的な仕事の要求度の向上、硬い言葉書いてますけども、新しいプロジェクトに挑戦したり、自分の仕事をより挑戦しがいのあるものに変えていく、あれいろんなことにチャレンジしていく、こんなことも含まれます。そして、妨害的な仕事の要求との低減ですね。仕事の負担を減らすために、大変な仕事や困難な決断をしなくてもいいように行動することね。私はこれ自分自身でいろいろもっと業務改善できないかなってなんて考えるんですけども、かえって改善するプランを作るのに時間かかったりとかしてね、あれ何やってるか分かんないななんて思う時もあります。そういうふうにね思ってたら、実はね、先ほどの東京女子大学の、桜井助教授が調査をしてくれました。これね、私の実家に近かったんでご紹介したいと思いますけども、妨害的な要求度の低減は逆にワークエンゲージメントを下げて、心理的ストレスを上昇するって言ってるんですよ。びっくりしましたね。あ、そうなんだと思ったんですね。普通は妨害的な仕事が減れば高まるんじゃないかな、ワークエンゲージも高まるんじゃないか、心理的なストレスが低くなるんじゃないかなと思いますけど、逆だったっていうんですね。じゃあなんでこんなことが起きてるんだろう。私組織の専門家なんで組織に置き換えてました。以前ですね、 YouTube で業務改革、特に90年代はね、業務改革の仕事をたくさんしましたんで、バブル崩壊以降ね、その話を他の YouTube で上げてますけども、組織に起きて考えてみると、確かにそうだなということになりました。例えばね、将来に向けて、
戦略ということは新しいことを考えたりとかやったりすることはモチベーションあります。あります。ところがね、売り上げが伸びなくなった、利益が出なくなった、だからコストダウンだっていうんで、徹底的に、業務改革、ね、業務を洗い出してこれやめちゃおうとかね、これ改善しようと、こんなことやってるとね、極端なしね、今までなんか自分のやってた仕事って無駄だったのかとかね、あまり意味なかったのかと思ってモチベーション下がるなんてね、経験がありましたし、一緒にね業務改革の検討メンバーなんかもね、そんな意見があったことを覚えてます。ということはどういうことかというと、将来に向けた新しいことに資源配分して必要の低い業務が自然に淘汰されるのが一番重要だなというんで、当時ね組織の、業格のお手伝いをするときに、整理した覚えがあります。そういう意味でね、これを個人に置き換えると確かにね、挑戦的な仕事だとかね、そちらは上がるんだけども、妨害的な仕事のをね提言してもね、対してねモチベーション上がらないどころか、ワーキングジムを下げてしまう、心理的なストレスを上げてしまうってこともね、分からないでもないっていうかね、あ確かにそうかなと、こんなふうに思いました。もう一つ違う観点でリアリティを高めるっていう方法もあると思います。私はね、企業において研修でやる場合はあるあるケースを作るということをお勧めします。これも実際私たちもやってみました。全く違う架空のケースっていうのはバイアスがかかりにくいですから、ある意味でこのジョブクラフティングという考え方を理解するには非常に効果的です。ところがですね、ちょっとね自分との職場とは程遠いケースなんかを考えているとあまりね、実感しないという面もあるんで、自社で起きているようなケース、こんなことをですね題材にしてリアルのケースをもとに、もちろん名前は出しませんけどね、作ってみるというようなね、ケースライティングをして実施するようにしてます。そしてですね、メールでフォローっていうふうにね桜井さんおっしゃってましたけども、メールというテキストツールっていうのはどちらかというと情報量は少ないですから、今ですねZoom だとかね Teams とかいろんな遠隔で簡単にですね顔を見ながら面談することができるようになってますので、結果的にですね的確なアドバイスとかコーチングができる、これもフォローをやってみて感じたことです。そしてね、私先ほどですねメールでのフォローでいくつか1ヶ月だとか2週間とかこういう期間ありましたけども、毎週やった方がいいと思いますね。これはね別にこのジョブクラフティングに関わらず他の研修でもやってきたことなんですけども、研修の効果を長続きさせるためには習慣化っていうことは外せないです。で今多くの研修でやってるのは週に1回グループワークとグループワークした仲間と一緒にですね活動どうだったかということでお互いに振り返って、それに対してフィードバックしたりとかということをオンライン上でやってます。なかなかね集まるってことは難しいですから、そういう意味でオンライン上でやってます。そうするとこの内省したりそれからフィードバックすることは習慣化されます。1週間に1回やりますかね、とどん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 学習効果が進んで理解が深まります。ですからね、最初の頃1週間目よりも2週間目、2週間目より1ヶ月後、1ヶ月後より3ヶ月後の方が、こんなに深い振り返りしてるのか、こんなにフィードバックも的確なフィードバックするのかっていう、どん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 ですね質が上がってくるんですね。これはお勧めしたいと思います。でもう一つこれ重要な観点がねあるのが、管理者研修を私は実施された方がいいと思います。実際私たちも合わせてご提案をして実施しています。管理者っていうのは最もですね、身近な大きな環境、そのね個人にとってはですね、というようにビッグ E なんていう、こういう言い方をされています。上司との関係がねうまくいかない、上司のマネジメント、もちろん合わせるんですよ。ジョブクラフティングで考えて関わり方を変えるわけですから。そうは言ってもね、あまりにも違うとやっぱりねなかなかねハードルが高くなります。そういう意味で、管理者の方の意識改革も合わせて行うこともとても重要なことです。ということで今日のまとめです。1番目ですね、ジョブクラフティングを具体的に展開することはワークエンゲージメント、を高めることにつながります。2番目、研修と実際の仕事をつなげることで一般論に終わることなく変革につなげることができます。そしてジョブクラフティングという考え方に限らずですね、マネジメントは多様なアプローチが必要です。多面的なアプローチが必要です。
ということで、ジョブクラスティングの基本的な島津さんたちが作ったこういうパターンをご紹介しましたけども、さらにですねブラッシュアップをしていろんな工夫がされています。まだまだですね研究も研修もですね歴史が短いテーマです。今後ねもっともっとですね工夫してまた皆さんに情報提供したいと思います。ということで今日は組織も社員も生き生きするジョブクラフティングの具体的な進め方についてご紹介しました。こういったですね最近非常に話題になっている考え方、それから企業事例、それからニュースになるようなねそういうこともお話をしていきますので、ぜひ一緒に学びましょう。チャンネル登録、そして LINE 登録をお願いします。今日もどうもありがとうございました。